義州門院単語官文年間、清原幸信義州門院単語は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての歌人である、女房三十六河川の一人、単語主弦、内光の娘。源の加熱ならの兄弟、源の頼政はおじいにあたり、いとこに二条院さぬきがいる、摂政家単語、単語少将単語善義とも呼ばれる。 宮城県実家に出資、後に金金の即女秀子に仕え、1175年以降、多くの歌会、歌合わせに出営した。1201年に出家、その後も1207年頃まで歌人としての活動が、見える。潜在は歌集以下の直線集、多数の歌合わせや百種歌等に作品を残している。没年は不明であるが、滋賀県を移した将軍に、 単語の墓と伝えられる石碑がある。義州門院単語帽子な、南波の秋の夜はの空こと裏に住む月は見るとも、新古今和歌集巻第四秋歌上女房歌読みには単語優しき歌あまた読め力、言葉院獄伝この頃より、女の歌読み少なしなど常に投げかせを昔より歌、読みと聞こゆる、女房世うせう侍院部門院の大助も人とせ、 せに決またさぬき三河のない死単語少々など、去る人々も今は皆世はひたけてひとえに後の世の、営みしてここかしこのイホりに住み慣れて、歌のこともたれはてたれば時々、歌みされなどするも、念仏の妨げなりとぞうちうち、嘆きあへるときの侍、源元の課長日記、ありがとうございます。